ドラゴンクエストタクトスライムマジラーガチャガチャ400連目はい、こんにちは。チーム手巻き TV です。いやー、昨日のね、300連目を引く直前と、今日である、今である400連目を引く直前で、こんなに気持ちって変わるんですね。昨日までは自力0枚。もうどこまで行っちゃうのと。マジ勘弁してくれ。やるしかない、やるしかないって感じだったんですけど、もう今日はね、現状4枚ありますから。まあ、これ600連でもうほぼほぼ、まあ、安心しすぎちゃいけないですけど、もう600連以上にはみ出ることはないと思うし、なんなら今日2枚抜きしたら、400連で完突。ようやく俺のターンって感じだね。ずっと攻められてたけど、あ、そろそろ俺がめっちゃ攻めていくんで、楽しんでガチャ引いていきたいと思いまーす。ということでね、専用のバトルロードがないんで、まだね、レベルは上がりきっておりませんが、正真正銘現在4体の3突になります。はい。まあね、育成素材はいくらでもありますから。まあ、なんだろう、私タクトをこう、あんまやらなくなってから、逆に素材がこういう、もうイベントギャルとかほとんど育ててないから、欲しい対人戦キャラのみにぶっ込めるから、なんかそんなにね、スタミナ課金もしなくてよくなったし、いや、ほんとなんかちょうどいい距離感になったような気がしますね。一周回って。ということで、スライムマジュラ。あー、ちょっとね、最近スライムマジュラの対戦動画いろいろ見てるんですけど、ちょっと弱点が見つかりましたね。皆さん知ってたかもしれないですけど、私の中で弱点が見つかりました。まあ、というのも、スライムマジュラって状態異常ほぼ半減ですけど、魅了だけ超弱点じゃないですか。まあ、でもね、魅了が入るぐらい別にいいと思ってたんですよ。ただね、魅了って、まあ、自分が持ってる中の弱い方の特技で味方を殴るときあるじゃないですか。まあ、あくまで弱い方の特技で殴るだけなんで、まあいいかなっていう感じじゃないですか。魅了入れられてもそんなにね、味方が味方を殺すことないなっていう感じだったんですけど、スライムマジュラ、攻撃スキルが一つしかないんで、これ、味方にマジュライトビーム、撃つらしいですね。これやばいですね。だからちゃんとそういう弱点が用意してあるんですよね。はい、他のキャラが魅了になった時のヤバさよりも、自陣のマジュラが魅了になった時のヤバさが、やばいように。だから、もうマジュラぶっ壊れとかね、強すぎとかつまんねえとか言われてるけど、ちゃんとそういう抜け穴を用意してるのが、まあ運営さんなんですよね。ちょっとね、マジュラ貫突しようとする身からはね、こう完璧なこう弱点が一つ見つかったようで、まあ少しね、ちょっと出場のくじかれた感がありますが、まあそんくらいでいいんですよ。はい、まあ全部ね、対応し合えるわけじゃないんでね。強いところがあって弱点があっていいと思います。それにしてもマジラは万能すぎる。そして、ウェイト50です。どう考えても強いです。あ、なんかパチンコのハンドルみたいに見えてきたな、マジラが。それでは、参ります。今日2枚で終わったらマジ最高です。いやー、400連で終わったらマジ最高ですね。こんなことが言えるようになったのも、昨日の3枚抜きがあったからですよ。ほんと3枚抜きでガラッと変わりますね。そりゃそうですよ。6枚集めるゲームなんですから。同じガチャキャラを6枚集めるゲームでね、1日で、まあ、100連で3枚出たらもうそれは状況一変ですよ。ということで、まずはスライム4体から。こういう人もやってみたい。ね。スライムで全然虹とか、まあ、その後のね、マジュラとか引いたことなかったですけど、今日はそういうパターンも見てみたいですね。スキップします。一回戻ろう。早めに戻ろう。ね、ずるずるいっちゃうから、調子いいや、後のガチャはね。まあ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 、昨日良かったからとか言ってると、本当にあっという間に持ってかれちゃうから、3万円。買って兜の大しめろです。ありがとうございます。うっす。油断せずいきます。行く。お願いします。20連目。やったれやったれー。まずはベス。ベス、オッケー。で、タクト、金。金、オッケー。この時点で20、半分はいけるぞ！出ろ！来たー！この順番ですよ！ベス、金からの20。もうこのステップアップ予告みたいなの好きになってきました。そして、5、6分の1で、マジュラです。もう今、クルーン待ってますよ、クルーンをね。さあ、待ってるぞ！入れ！手前の穴に！手前の穴に入れ！入るんだ！マジラ！マジラ一条！いやいやいや、奥の穴だったか、沼は。まあ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 、虹が全く出ない展開ってほんと寒いんで、まあとりあえず早めに出てくれてよかったですよ。スキップします。もう一枚あるかも。ないー。オッケーオッケーオッケー。まあいいでしょう、まあいいでしょう。このままいきます。どんどん虹出そう。20連に1枚虹を出してきゃ、そのうちヒットしますから。ね。虹4、5枚。
100連で引いたらもうそのうち1枚はマジュラなんですよ。まずはね、しっかりと期待値積み重ねていきましょう。これは弱い。これは弱いが、ないですね。スキップします。3日スキップ。よし、落ち着け、落ち着け。まだいける。まだいける。まだいけるぞ。2枚目か3枚目で出れば十分だから。虹の2枚目か3枚目でマジュラ出れば十分だから。そして最後100連目には 23% の S ランク確定もありますから。一個一個噛み締めていけ。決して楽にさせんな。モナンを楽にすり抜けさせんな。止めていけ。ディフェンスで止めていけ。あー、くつ。よくなってきた。あー、金いけるいける。どうだどうだどうだ、来い来い来い。まあ、金だけじゃいけないですね。スキップします。来ちゃえ来ちゃえ、はいはいはい、来ない。ふぅ、今日は金からも毒毒ドンビ少ないですね。なんか嫌な感じだな。まあ、2枚抜きとは言わないんで。今日、1枚。今日1枚。今日1枚お願いします。1日1枚は期待値通りなんでね。決して高望みしてないですよ。1日1枚。1日1枚積み重ねていくことがタクトは大事。確定が300連に1枚しかないからね。期待値。しっかりね、確定ではない期待値をしっかりと確定の形。当たりというマジュラに変えていくことが大事です。いけるぞ銀、いけ、来い虹出ろ、よし、一個一個大事にいけ。いくぜ。そろそろ行くぞ。出せる出せる。イメージして。形、色、質感、イメージして。よし、完全にイメージできてきた。あとはもう、具現化するだけです。来い来い、柔らかいよー。俺が具現化したように柔らかいよー。いやー、先日も出ましたねー。スライム系ゴッドライダー出ますねー。でも、ゴッドライダーの後だっけ？マジュラ出たの。昨日。いける。スライムはスライムを呼ぶ。演技いいと思いましょう、まだ。6割ぐらいでしたっけ？ 6 割ぐらい虹が出るらしいで。あー、弱い！青タクトは弱い！ちょっと、青タクトは弱いって！せっかくベスト大量なのに青タクトは弱いって！そこ金じゃないとね！分かってきたよ、俺は最近。タクトの期待値が。要は、まず一番大事なのはモナンのタクトの色ですよね。モナンのタクトの先っぽの色。ベース大量出したからにはね、金出さなきゃダメなんですよね。そろそろスラクト。そろそろスラクト忘れてませんよ、スラクト。100連目、200連目で、あなたが来て虹すら出さなかったのを忘れてませんよ。そろそろお面返上に来てください。ベース、そして、金来い、来ない。青タクトはきつい。弱すぎる！スキップします。お父さんね、まあ今一日一枚はいいですよ。ギガンテス一日一枚はいいですよ。うわ、気づいたらもう7時で待ってるよ。これだよ、これこれこれ。くそ！これだよ、もうすぐ追い詰める、すぐ人を追い詰める。まあ今日始めるとき、まあまあテンション高かったろ。70連引いたらこれですよ。だからやっぱ期待値の1枚引かないともうダメなのよ、タクトは。一枚、金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 、いける、いけるぞ、いける、いけ、出せ出せ出せよ、くそスキップします。来い。来い、来ないか。あと20連。まだ出せる。まだ自力虹2枚。まだ自力虹2枚出せるよ。自力虹2枚、デスランク3枚で襲いかかろう。3枚。3枚でいこう。いけるって、金出しちゃいける、金出しちゃいける、金出せよ、出せよ、出せよ、違えよ。スキップします。321、スキップ。来い！昇格とかマジないね。昇格演出なんてほぼないわ。祈るだけ無駄レベルだわ。で、23% ここまで来ちゃったよ。ああ、なんでこんなに追い詰めらんなきゃいけないんだろう、3万円払って。はあ、ここ1枚取った状況でここにいるのと1枚取ってない状況でここにいるの全然違うからね。だってこれ 23% 外したら3万円をただドブに捨てる行為ですから。はあ、行くぞ、引き合いんだ、引き合いんだ。被害者ぶるんじゃねえ。勝ち取れ。自分で金使ってんだから、そりゃそうよ。
引くぞ引くぞ。よし、高めていけ。後悔すんだよ。まだ、まず今いけ。まずはベス、まずはベス。まあでも虹一枚確定してるから、ここは演出そんな大したことないのか。寒くてもいいや。次も寒くてええで。よし、虹いっぱい来い、来い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 。よし、しゃーし、金もいっぱいある。これ化けるかもしんねえぞ。これお母さん、お父さん、お母さん、勢ぞろい。お父さんもお母さんもね、動く石像もギガンテスも、まあ、ほぼほぼ同じ確率ですから。スライムマジラとお父さんお母さんが来て負けるだけ出ないなんて許しませんよ。マジラ 23% のボーナスもあるんですから。木いっぱい出てるよ、木いっぱい出てる。後半の金もマジ熱いんじゃね。まずは虹、まずは虹1枚目出す、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 ここで出す。こっから金、金ゾーンよ。なんか出ろ、なんか出ろ。変われ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 。変わんねえな。ラスト 23%。 3万円捨てさせないでくれ。来い、1日1枚来い。あー、くそ、くそ、こいつ、くそ。